ヘルパギーナは国策キーウイルスの一種が原因となって起こるウイルス性疾患である。手足口病、プール熱と同様、下記を中心に乳児や幼児に流行するいわゆる夏風邪の代表的疾患。原因ウイルスはピコルナウイルス科のエンテロウイルス属に属する国策キーウイルス A 群が主で、他に B 群やエコウイルスで発症する場合もある。 ヘルパギーナはアンギナにハープを冠したもの。熱帯では1年中、温帯では夏と秋に流行する。日本では5の9月頃に見られ、7月がピークとなる。例年、西から東へと推移する。感染者の年齢は5歳以下が9割以上で、1歳代が最も多い。感染経路は、感染者の花や咽頭からの分泌物、瓶などによる、噴鉱感染。 接触感染と飛沫感染である。ウイルス排泄が盛んな急性期の感染力が最も強く、回復後も2から4週間にわたり、瓶から検出される。潜伏期は2から4日程度で、初期症状として突然の高熱と咽頭痛がある。その後、咽頭粘膜が赤くなり、高校に1から5ミリメートルの小水泡が数個、出現する。 小水泡が破れて海洋になると痛む。熱は1から3日間程度続き、粘膜心はそれよりも長引く。口の中が痛むことから不機嫌、虚食、哺乳障害が起きやすいが、ほとんどは、予後良好である。発熱時に、熱性痙攣を伴うことがあり、稀に無菌性追膜炎、急性心筋炎などを合併することがある。症例が、より多い手足口病とは、 発熱が39摂氏40度の高熱となり、発疹が高校に限られる点が異なる。特効薬など特異的な治療法はなく、対症療法によって症状を緩和する。また、拒食や哺乳障害による脱水症状を警戒する。無菌性髄膜炎や心筋炎の合併例では入院治療が必要となる。ワクチンなど特異的な予防法はなく、 感染者との密接な接触を避け、流行時は、うがいや、手洗い、手指の消毒を励行する。国立感染症研究所による、日本全国の約3000の小児家庭店医療機関が報告した2020年7月13日から19日までのヘルパンギーナの患者報告数は、過去10年平均のおよそ10分の1となり、同時期のコロナウイルス感染症の流行による手洗い、 等の対策が他の感染症の流行対策にも効果を及ぼしていると見られている。ありがとうございます。